どうも皆さん、ヨーグンです。あ、じゃなくてトライアングルです。はい、今回はですね、もうあれですよね、昨日リリースされてもうほとんどの実況者さんが生放送とか動画とか出してるんでね、もういいよ、もう分かったよっていう方いると思います。はい、でも一回再生してしまったからにはね、我慢していただいてね、もう逃げられませんよ。はい、ということでね、今回動物の森、ポケットキャンプやっていきたいと思います。これ正直サブチャンにあげるか悩んだんですよね。メインチャンネルだと発していいかどうかわかんない言葉とか僕出しちゃうんで、動物の森だからね、ちょっと悩んだんですけど、まあ、ちょっとメインの方で出していこうかなと、はい、思います。で、今回ちょっとやってみたいことがありまして、まっすぐちょっとアンインストールするかもしれないんですよ。だから、あれなんですけど、名前を、動物の森って言ったら結構、バグ修正されてるじゃないですか。でも、この動物の森、アプリで出たのは初めてですよね。で、任天堂さんと言ったら、マリオオデッセイでもそうですけど、いろいろ遊び心があると。なので、名前に、バグとつけたら、なんか世界がバグになってたりとか、ありそうじゃないですか。なんかね、サイトとかね、ツイッター見てると、なんか野獣先輩ってつけるとダメみたいな、あるんですよね。でも、とっとこはめたろうって言うと、大丈夫みたいな、あるんでね、ちょっとね、もしかしたらバグっていう名前だったらなんか変わるんじゃないかなと。同じこと2回言っちゃったね。はい。じゃあやっていきたいと思います。だから、名前をバグにしようかなと。はい、やってみたいと思います。もう飛び盛り楽しみで仕方なかったんですけど、全然ダウンロードができなくてね。あ、トタケケくんかな？お久しぶり。飛び出せ動物の森というかね、はい。まあ、やらせていただいてるので、3DS で。一応、名前はなんとなく知ってます。はい。いや、動物の森へようこそ。突然だけど、今の君はどんな気分だい？一番近いのはどれかな？そうですね。僕の人生的にはね、遠くに行きたいんですけど、上の天国。やっぱりのんびり過ごしたいですかね。そうか。普段はちょっと忙しい生活をしているのかな。一応 YouTube とね、お仕事、犬のね、仕事二つやってるんでね。仕事、YouTube 仕事じゃないけどね。それならここは君にぴったりの場所かもしれないね。ここはいつも穏やかだし、自分のペースで過ごせると思うよ。なるほど。あ、引き止めてごめんよ。そろそろ出発するかい？ヘイ、ブラザーみたいな。そんな感じで言われるのかな。それじゃ、まだどうかかれ。またな。やばいな。やばいな、変な村迷い込んじゃったかな。大丈夫かな。ビリーズブートキャンプとかいきなり始まんないかな。やばいな。さあ始めようみたいな感じ。いきなり言われたらどうしようかな。僕、このアプリ一瞬ダウンインストールしますからね。はい。あなたの分身となるキャラクターを作ります。髪型、顔、色を選んでください。色か。はあ、ピッコロさんみたいに緑にしていいのかな。見た目は後から変更できます。あ、了解です。私どっちなの？女の子かな？男の子かな？男の子。はい。僕に似せていいのかな？それか、動物の森内のいいキャラを作るのか。僕の人生ボロボロなんで、僕の人生と同じにしたら多分この子一緒のような悲しい人生を送ってしまうんですよ。だから、この子は僕とは違う人生を歩ましてあげたい。ということで、イガグリ頭のクリックリで。はい。目ん玉。目ん玉って言ったらあれか。目ん玉がどうしようかな。あー、この目だね。もう絶対、僕これずっとこれだったんですよ。はい、これでいきます。で、緑色かな。え、ちょっとこれえぐいな。あー、でもな、緑色実はね、某ね、デスの方のね、ちょっと被っちゃうんですよ。だから、僕の今の髪型、髪色にしようかなと。はい、赤で、嘘です。はい、黒で。はい、普通に黒でいきたいと思います。でも僕に似せたらダメなのか。僕に似せたらダメだったんだったら、何色がいいかな。白とか。いやー、白ちょっと変だな。あ、ピンクちゃん。あ、私ピンクちゃんでいきます。はい。じゃあこれで OK ね。お願いします。はい。まあ名前後で変えれるんでね。完全オカマだよね。絶対オカマだよね。これ多分、ただの。うわー、すごい。これ名前いつ変えれるんだろう。いや、素晴らしい。わー、斧がある。あ、なんか、飛び盛りっぽいわ。こういう時黙った方がいいのかな？トライアングルうるせえってなっちゃうのかな？あ、しずえさん！来たぜ。こんにちは！歩いてみよう。プレイヤーはタップしたところに向かって歩き出します。なるほど、了解でございます。タップしたまま指を動かすとそのエンジンに向かって歩き出します。了解でございます。話しかけたい人へ気になるものがあったらタップしてみましょう。了解でございます。この初心者マニュアルは後からでも確認できるよう、ありがとうございます。もう二度と見ることはないでしょう。はい。
じゃあちょっとしずえさんに話しかけてみればいいのかな。それがちょっと他のも探索できたりする。もういきなりこのしずえさん喋らずに、あ、無理か。もうしずえさん喋らずに動物の森始めますみたいな。しずえさん激怒とかそんなはないんですね。はい。じゃあよろしくお願いします。あ、こんにちは。ようこそキャンプ場へ。あた、いや、ちょっとやめとこう。しずえさん今後はちょっとかなり喋ることになるね。はい。新しい管理人さんですよね。あ、管理人になるん、まあ、そうでござんすね。そうで、はい、そうでげす。はい。お待ちしておりました。念のためお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか？あ、これ信じてないですね。なるほど、確かにね。このピンクの髪色だったらそりゃ信じないでしょうね。はい。私の名前はね、はい。バグと申します。あ、アミーボ出てちゃった。はい。バグと申します。多分なんですけど、バグって言ったら、出てくるんじゃないかなと。はい。バグさんで、はい、そうです。これね、合ってるよって言った瞬間、いきなりしずえさんがね、あのモンストにムーって、ルル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 って変身すると思うんで、はい。バグさん、今日からよろしくお願い、あ、よろしくお願いします。さあ、変身しろ、しずえ。バグに、バグれ。私ご案内させていただくしずえと申します。あ、よろしくお願いします。このキャンプ場はテントや持ち込み家具を自由に置いて、のんびり過ごせる場所なんです。あ、知ってます。はい、よくやってました。ただ、全然手が回らなくて、今ご覧の通り何もない状態なの。何してたの？何してたの？一人で。え、ずっと突っ立ってたよね、さっき。あ、待ってたのか、そういうことか。でもね、それでもやれることはいっぱいあると思うんだよね。ぜひ、バグさんの力でたくさんのゲストが集まる素敵なキャンプ場にしてもらえませんか？ちょっとね、僕、頑張ってみますけど、もちろん任せてよとは言いますよ。任せてよとは言いますけど、このゲームはバグって名前にしてしまったことで、私、アンインストールさせていただきますので、そのところよろしくお願いしますね。ありがとうございます。いえいえ、バグさんが来てくださって本当に良かったです。いえいえ、もうアンインストールしますけどね。あなた消えますけどね。はい。では早速、ゲストを呼ぶ準備をしましょうか。ほいほいほい。バグさんはここをどんなテーマのキャンプ場にしてみたいですか？ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って、どうしよう。じゃあ、どうせ消すけど、まあ、クールで。どんな、何これ？あ、そういうこと？好きなんだ。アポロ。いやー、ちょっと違うのにしよう。もっと可愛い。可愛い感じしよう。うん。可愛い感じ。ファンシー。ファンシーって何？あー、これ私にぴったり。でもちょっとやめとく。ブッケちゃんってここあんまり可愛くない。ちょっとスポーティー。あ、これ僕ね、野球やってたんでね。あー、つば九郎。あー、なんかちょっと、あれだな、ペンペン、なんだっけ、あいつ、コロコロコミックに出てきた、あの子にちょっと似てるから、なし。じゃあ、ナチュラル。キャラメル。うん。あ、キャラメルちゃんでも可愛くねえな。目いってんな。でもね、奥のね、この青の子がいるんですよね。その子多分、シャンティちゃんじゃないかな。その子僕好きなんでね、ここにしようかな。うん、これにします。じゃあ、これでよろしくお願いします。はい。なるほど。こういうテーマがお好きなんですね。まあまあまあ、はい。面白いこと何この顔。何これ。頑張って用意してみます。そんなさ、頑張れるんだったらもっと僕が来る前からもうちょっと早く頑張れなかったの？僕が提案するだけでよかったの？それでしずえさんのやる気が出たってこと？なるほど。家具はたくさんあった方がいいので、バグさんは家具を作る材料を集めてきてもらえませんか？お前何すんねん。材料を集め、何してたの君は今まで。本当に。近くのレジャースポットに誰かがいると思うので手伝いをしてあげて。あなたは何をしてたの君ね。きっと俺に家具の材料をくれると思いますよ。ありがとう。管理人、そうなのね。まずはマップを開いて、わさわさの森に行ってみてくださいね。わかりました。わさわさ何これわらさだみたいな。やめとこう。マップ、はい。あ、すごい。こういうか、声がガスガス。声がガスガス。よし。こういう感じで移動できるんですね。車で基本移動するって感じなのかな？虫を取ろう。虫取りはタイミングが大事。今だ。うわ、やばい。なんだろう、あれ、火炙りにしようとしてるのかな？お願いを叶えるとお礼をくれるよ。何度もお願いを叶えて仲良くなると何かいいことがあるかも。時間が経つと動物たちは入れ替わってしまうから早めにお願いを叶え。了解です、了解です。そういう感じなんだね。やっべ。あれ、絶対ね、多分中、トモグイ、ほら、喜んだ。黒いね、半合の中ね、多分ね、自分の、あれ、お母さんが友達ですよ、絶対。やってる、危ない。よし、じゃあ行こう。怖いな。やっべ、目絶対いってるよね、これ。大丈夫かな話しかけて大丈夫かあら、こんにちは。私、キャラメルって言います。お会いするのは初めてですね。あなたの名前は、バグさんとおっしゃるんですね。ここでお会いしたのも、なんかのご縁ですし、なんかこの白い粉をやめてこう。仲良くしてください、ワン。はい。よろしくお願いします。これで一発で仲良くなるね。大丈夫かな。ところでバグさんは何をしにこちらへ？私はフルーツを、絶対白い粉集めようとしてるでしょ。じゃあなんか、取ってこようか？はい。
まあ、ご親切にありがとうございます。では、リンゴを一つ取ってきていただけますか？あ、こんな簡単。まあ、最初はチュートリアルってことなのかな。フルーツを拾ってみよう。フルーツのなっている木をタップして揺らしてみよう。ちょっと待って、今のところさ、全然バグが起きてないんだよ。あ、この子の目があれか。わかったわかった。この子の目がラリるのがバグってことか。よし、そういうことにしとこう。はい。はい、ということでね、まあ、今回はね、ちょっと、まあ、何も、結局起こらないのかな、バグにしてもね。まあ、その、まあ、まあなんとなく分かってたよって方がほとんどだと思うんですけどね。まあ次回からは、ちゃんと名前をね、きちんと、トララ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 ラという名前にして、動物の森、楽しんでいきたいと思います。はい。でもね、キャラクターに対してはね、基本的にね、ちょっと誹謗中傷がちょっと多いかなと思いますので、まあそこら辺はちょっと、ご了承ください。はい。クラフトとかあるんだ。マインクラフトみたいですね。押せない。はい。じゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。まあ、またね、キャラクターはこのままにしますので、名前だけ、変えてやりたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。